さんこんにちは。ピアノ教室応援校長、星田優子です。こちら、今どちらで教室を開けているんですか？あ、世田谷の洋画で、ピアノ教室をテナントで経営しています、はい、あと自宅ででもやっています、はい、佐藤優香先生です。今度佐藤優香先生をね、招いてセミナーしようと思うんですけども、こんなお悩みの方にぜひ来てほしいですね。今ちょうど夏休みということで、歩行をどうするのとか、休会どうするのとか、そういったことですごくなんかたくさん歩行しなきゃいけない、たくさん休会者が出てしまった、それを解決できる最強のノウハウが、これがやっぱり規約だと思うんですね。規約をちゃんとあるかないか。でもなんだけど、じゃあどういう規約を作ったらいいのっていう、すごい私の方にもお悩みがバーッときましてですね、そのお悩みに答えられる先生をお呼びしました。佐藤優香先生、素晴らしい規約を持ってらして、その規約を作る過程、またその規約、どういう規約を作ったらいいか、またそのどういう NG の規約を作っちゃダメとか、規約作ったけどこういう行動しちゃダメみたいな、そんなですね、規約にまつわる全てのお困りに答えていただけるセミナーを、開催しようと思います。先生、その規約ある前とない、できた、ない前とできた今とはどう違いますか？まずその生徒さん側もだし、教室側もこう困ったりすることが、もう本当になくなりましたね。ってことは前すごく困ったんですね。どっちかというと私が結構困ってました。そうですか。いろんなことを決めてなかったので、それが一番、なるほど、何か起こった時に自分に決めなきゃいけないから、行き当たりばったりな感じで、前はね、すごい前ですけどもね。でそれを一つずつ解決するために、そのうまく規約を利用して、もう今では全然あれです。そうですね、よく悩んでた事柄についての困ることはなくなりました、なるほどね。ぜひね、皆さんも今その規約がない、もしくはあまりいい規約でないがために結局規約はね、あってもうまく動いてなければ、その規約はもしかしたらちょっと問題があるのかもしれない。規約って自分のためにもあるんですけど、やっぱ生徒さんとか保護者の方のためでもあるんですよ。なるほどね。何か決まってないのってすごく困られてます。そういったお悩みをね、今日に解決するセミナーを選ぼうと思います。セミナー以外のところでは言えないね。例えばなんでこの規約が入ったか、言い方変ですけど、その生徒さんとのこういうトラブルがあって、それを解決する中でこの規約のこの言葉が生まれたみたいな、ちょっとない、外には出せないとっておきの事例なんかもこう話していただけるようなので、ぜひです、皆さんね、楽しみにしていただけたらと思います。8月30日新宿の、ノアスタジオで、やりたいと思いますので、ちょっとね、定員がございますので、ぜひ早めに申し込んでいただけたらと思います。またね、申し込んだ方でいろいろ質問したりという方は、ゆか先生のラインアウトなんかもこうトークができるようになっておりますので、ぜひね、来る前からもいろいろちょっと質問ができる状態になっておりますので、ぜひですね、お申し込みいただければと思います。じゃあ先生、どうぞよろしくお願いします。お願いします。はい、お待ちしてます。はい、お待ちしてます。